すーちゃんに甘やかしてほしい。うえー、なんかそれさ、ちょっと気になってた。でもさ、ねえねえ、みんなってさ、甘えてくる人とさ、自分を甘やかしてくれる人、どっち派？どっち派なん？スミレを甘やかしたい人なの、みんなは。それともスミレに甘やかしてほしい人なん？え、気になるわ、それマジで。どっちなんだろう。甘えたい、甘えてこい。うわ、いっぱいいるわ。ちょっとそれ多いわ。甘やかしたい派が多いか、これ。ラチが開かないのでアンケートを取りたいと思います。はい、皆さんどうぞこれ答えてください。どっちですか？関係ないって。アンケート、ご飯、ハンバーグか唐揚げか、どっち？ハンバーグ一択だろう。唐揚げだよ。いやー、これ結構戦争ですね。めっちゃいい勝負ですよ。ハンバーグ派の方が声はでかいが、実際唐揚げ派の方が多いですね。すーちゃんはどっちなん？ハンバーグかな。強いて言うならハンバーグかな。これはすーちゃんでも許せない。え、ハンバーグ、え、マジで。でも唐揚げ派の方が多いって。なんで？でもコメント欄ハンバーグ派の声でけんだよな、マジで。氷山の一角とはこのことですね。チャットではね、ハンバーグ派が声でかくて多いんですけど、ハンバーグだろ、ハンバーグだろみたいな結果だけを見るとね、唐揚げ派の方が多いっていう。唐揚げ派は陰キャ。ちょっと暴言が飛び交っております。少数派の声がでかいの、マジでインターネットっぽいな、これ。数字が出てるんですよ。負けを認めなさい、ハンバーグ派。確かに今ハンバーグ 47% の唐揚げ 53% ですからね。可愛く唐揚げって言ってください。もちもちもぐりさん、ありがとうございます。から揚げ。どういうこと？何を求められてる、これ。から揚げ食べたらセクシーになって胸もでかくなりました。やめてそれ。騙されるな。ちなみにこのアンケートが睡眠の夕飯ってことでいいの？いや、全然関係ない。なんだろう、このアンケート。マジ何の関係もないアンケートです。みんなどっちが好きかなっていう、何の関係もないアンケートなので、食べないです、全然。え？え？あー、ちょっとトイレ行っていい？ちょっと、漏れちゃう。トイレ行ってきます。ちょっと待っててね。待っててね、ちゃんと待っててね。待っててね。